こんにちは。今回はこれだ。じゃん。同友社の43分の1のカーモデルですね。ランボルギーニウルスでございます。まあ、今回の動画はですね、これからカーモデルを始めようかなと、まあなんだろう、カーモデルを始めようかなというよりも、まあ、プラモデルに、始めようかなと思って、だけどな、ガンダムじゃなくてちょっとカーモデル作りたいなっていう思われる方のために、こちらですね、まあ本当に超素人、初心者向けというような感じでですね、特殊な工具等も必要なく作れますので、気軽に一度始めてもらって、興味を持っていただけたらなと思います。でですね、もちろん普段からね、カーモデルばかり作られている、まあ、私のような人間でも塗装を剥がしたりとかね、そういったので作ることはできますので、でこちらね、お買い得となっておりまして、塗装済みボディでありながらも800円ですよと、定価ですけどね。まあ、もう一つ他にも種類があって、まあ、基本的に1000円以下で買える、結構でクオリティも高い出来になっておりますので、まあ、今回ね、これを僕がね、組み立てて、行くところをですね、見ていってもらえればと思います。では開けていきましょう。はい、それでは開けていきましょう。パッケージはこんな感じですね。43分の1と小さめではありますが、しっかりとした作り込みがされていて、なおかつ作りやすいですよという感じですね。まあ、なぜこの動画を撮ったかというとですね、お昼にあげる動画のネタが切れましたよということと、まあね、やっぱり動画をね、動画じゃない、プラモデルをね、少しでもね、特にカーモデルの方ですね、やはりガンプラに比べてですね、人口は少なめではありますので、興味を持っていただけたらなということで、ちょっと動画にしてみようと思いました。で、サイズもね、手頃で、サイズもね、ちょうどいいぐらいのサイズなので、まあ、本当これから研ぎ出しとかね、そういったそのカーモデル、まあ僕の場合研ぎ出し結構力入れてるんで、そういった時にですね、初めて、この、今まではね、ガンプラとかやってたんだけど、カーモデルの研ぎ出しとかに挑戦したいなって言うんだけど、24分の1でいきなりでかいのから行くのもっていうね、研ぎ出しの練習にも使えるんじゃないのかなと思います。で、こんな感じですね。もうギリギリだな、大きさが。よいしょと。でもすでに塗装済みでですね、結構綺麗な感じにできています。ちょっとなんかこう汚れてるな、ペタペタする。これも後で水かなんかで拭いてあげればいいかな。アルコールでね、やっちゃうとね、塗装剥げちゃうので、アルコールは使わないようにしましょう。で、ボディで、こう金属パーツですね、中のシャフトとかそういうのも入っていて、あとこういった、もう本当にね、簡単だけど、なんとね、こんなプラスドライバーまでついちゃってね。で、接着剤は一応ね、いるみたいな風に書いてあるけど、これいらなかったんじゃないのかな。なんか接着剤って書いてあるんだよね。まあ接着剤もあればあったに越したことはないかな。まあ買っても数百円なんでね、まあいいんじゃないかな。まあ例えばね、ニッパーとかもこれからね買うとか、そんなような感じであれば、まあ1500円あれば全て揃うんじゃないのかなと思います。まあキット込みでね。はい、こんな感じでございます。まあでもね、このキットね、知ってらっしゃる方ね、多いんじゃないかなと思います。僕の動画ね、結構長いお付き合いの方々は、こんな感じの、なんだろう、これはシールですね、一応。確か、こうめくって。インレットマークに近いような感じの付け方です。あ、外れた。さあ、ではもうささっとやっていきますか。タイムアタック的な感じになるかな。もうすでに3分経ってしまった。で、C の11。まあ、ここからはね、鍋さんのどうでもいい。お話が始まってしまうのかと思うんですけれど、で言い出したら黙り出すっていう。で、こう見てこうですね。これは前か、ここですね。
あ、下でキータンが泣いてる。なんでいきなり泣き出すかな、撮影し始めると。ここに入れるのか、変わってるな。何、いきなり組みにくいんですけど。入った。こんな感じですね。あ、カメラカメラ、こんな感じですね。プリペイントなんでね、ちょっとねペイントが割と甘めかなと。でも意外とね綺麗なキャンディーな感じになってるかなと思います。で、まあ初心者向けという感じのね今回は動画にしようかなと思ってるんでね、こうやって2段切りをねしてあげるといいと思います。今ちょっとねザクッとやっちゃいましたけど、もう一回お見せしますのでね。 C の10を先に組み立てますって書いてるじゃないか。でもうだうだ、いきなり。皆さん間違えないように気をつけましょう。説明書はね今みたいのね、鍋さんみたいなことになっちゃうといけないんでね、説明書はしっかり読んでちゃんと書いてありますんで、これを入れてからこれを入れるよと。このキットね結構ね僕作ってるんですけど、塗装遊びしながらみたいな、結構ね楽しいんですよね。すごい気軽なに遊べる感じで。なんだこれ、うまく入んねえぞ。さっき入ったじゃん、入れづらい。じゃ逆だから入れづらいんだよ。こっち向きでした、すみません。メモ入って、で C の7、2段切り、ここの部分ですね。で1回切って、ランナー側の方で、これランナーですね、ランナー側で切って、でこの残っているここの部分、ゲートっていうんですけどね、ゲートの部分を2段切り、こう横向きにしてこうやって切ってあげるとね、割と切れ口が綺麗なので。でもどうしてもうまくいかないよっていう場合は、こうカッターとかでですね、ちょっとこう削ってあげる。でその時にね、手を切らないようにね気をつけながらやりましょう。趣味でね怪我するとね、ほんとつまんないんでね。ギュッとギュッギュッギュッと、なんか向きがおかしい気がする。なんか鍋さんボロクソにいろいろなんかが間違えてないって感じだね。ことごとくはめたところ、はめたところが全て逆みたいな。あ、今度うまくいった逆だったすみません。で次ですね、後ろのクリアパーツが入っていきますね。最近あまりこうね完成させれなくて、ちょっとこうね不調みたいな感じだったりしたら、こういうのでね、とりあえず何かしらの完成品を作っていくのもいいかもしれないですね。最近だとね親子でやられる方もねいらっしゃったりして、まあそういった時にはね、お子さんにはね、まあもちろんねお子さんのその大きさにも、あれこれは弱いな、これはちゃんと接着剤をつけた方が良さそうだな、結構ねポロって取れちゃう。お子さんと一緒に作られるのもいいんじゃないかなと思います。結構ね小さい子の場合だったりすると、まあ、サクッと作れないと結構イラッとしたりねするので、まあそういった場合にはやっぱりこういったサクッと作れるものが結構いいんじゃないのかなって。大人になるとねやっぱりこう限られた時間っていうのがあるんで、やっぱりまあ今日はここまで今日はここまでみたいなのがね聞くんですけど、小さいお子さんとかに、ね、なってくるとね、もうやっぱり早く完成させたいみたいな、まあ、僕はそうだったんでね、やっぱりちっちゃい頃ね。こっちはキュッと効くな。まあハマりが悪いところは接着剤使った方がいいかもしれないですね。まあ小さいお子さんからすれば、まあ、初めての接着剤というところでも出るのかな。まあ心配だったらねちょっとここにちょんと裏から少し
流し込みを流してあげれば OK かな。んで、こんな感じですね。特に今回は、ね、もちろんパチ組なんで1回の動画で終わってしまうんでね、あ、ごめん、間違えた、今切るパーツを間違えてしまった、すいません、すいません。1回の動画で完成できるぐらいの短い時間でできるはずなんで、まあ僕の場合はそれはね、初めての方からすれば慣れている方ではあるので、早くはできますけど、初めて作られる方にはまあそうすぐにはできないと思うけど、あれ、すいません、なんかさっきからボロボロ間違えてるんだけど、なんで？あ、すいません、なんかボロボロ間違えてますね、切るパーツを。やばいやばい、なんか予行演習ぐらいしてからやれば良かったかな。なんかなんとか時間を早めに完成させようとするとダメだね。ニッパーもこれはそんなにいいのを買わなくてもね作れるんでね。昔さ、やっぱりなんだろう、じゃあもうこんな時に滑らせてどっかやってしまったパーツ、はい、ただいま。昔はやっぱニッパーとか、やっぱりなんだろう、そんなに買うお金がなかったりしたからね、本当に子供の頃ね、結構爪切りとか使いませんでした。なんかこう適当にねパチンと切っておいて、ほんでこの切ったところにゲートが残っちゃったりだとか、そういった時に爪切り使って綺麗に切ったりとか。今でこそ結構道具溢れてるけど、当時そんななかったしね、なんか選べなかったし、いい世の中になったもんだ。もうなんか変に常識的な感じでもね、接着剤って言ったらタミヤの白いやつみたいなのとかさ、今みたいに流し込み剤なんてなかったし、もうなんかニッパーもなんかすごい適当な超安いニッパー使って、ほんで切り口が悪くてみたいな、ほんで爪切りで成形してみたいな、爪切りで切り口をね綺麗にしてとか昔やってたな。いいね、結構ねボディバランスいいんだよね。 C の8、同友社は他に結構いろんな面白いものをね出してて、甲冑だとかね、あの甲冑一回作ってみたいんだよね。熊谷くんがなんかで甲冑たまたま持ってて、なんかやってたけど忘れちゃったな。これ折れそう、本当にミラーこんな小さいの実写って、マジか。マジでなんかこれうまくはまってない気がするんだけど、あ、うっ、
ラーが激小さいんだけど、これ鍋さんみたいな太い指にはきっついな、これ。折れちゃいそう。これはちょっとさすがに厳しいかもしれない。横円周がいったか。ちょっと先にこっちつけよう。これ見て、この小ささ、本当にこんな形してんの、これ実写って。ミラーないに等しいぐらいの小ささなんだけど。これしかもハマってんのか、これ。ハマってないような、ちょっと浮いてるからな。いや、裏見るとハマってる。だけどなんか奥にはまってない気がするんだよね。こんな感じですかね。なんかこっちもうちょっと入りそうな気がするんだけどな。よし、 OK。よし、OK。で、あとガラスですね。目標30分で作るっていう気持ちでいます。OK。 で、今度は内装ですね。この話昔したような気もするんですけど、どういう車さんで一回これ買って、まあね、同じものっていうか、まあ別の車なんだけど買って、で作ったらパーツが欠品してたっていうことがね、珍しくあって、エンジンがついてなかったんですよね。そのことあるんだと思って、要はこんな感じでね、脱落してたんですよ。ほんで袋を見てももちろん入ってないし、あれとか思って、電話したのかな、メールしたのかな、忘れたけど、まあ、なんせ連絡取ったら、もうものすごい対応の速さで、まあかけた電話をかけたタイミングも良かったんでしょうね。すぐ送りますって言って、申し訳ないですって言って、で電話でやったのか。ほんで写真を送った方がね、入ってませんでしたよっていう、ちょっと証拠写真というか、送った方がいいですかつって言って言ったら、ああいいです、大丈夫ですつって言って、すぐ送りますんで、申し訳ないですつって言ってね、確か送ってくれたような気がしたな。なかなか素晴らしく早い対応でしたね。結構プラモメーカーってそういうの多いんですよね。結構対応早いんですよ。で富士見はね、あれだったね、メールのやり取りで一応本で画像の添付もしてみたいな感じでしたね。なんでこれ入りづらいんだ。富士見さんはメールでやり取りしました。で昔もなんかだけど、富士見さんでね、なんかね、物をね頼むと、そういったものを頼むと、箱がね面白いんですよね。箱を裏返して箱をさらに作ってみたいな感じで、その箱が確かね船だったかな、で届いてね、船の箱で届くっていう、まあたまたま船だったのかもしれないけどね。戦車だったりとか、てか戦車出てたっけ、出てないか、船、その時は船でした、そう、なんかこんな感じになってるんですよ、折り曲げ式な感じ。だから結構ね、これ
こんな感じなんですよ。これパキンパキンってこう折るに近いような、楽なのかどうなのかは何とも言えないけど、ちょっとこれはいい加減な切り方で攻めていくか、ちょっと時間がねえや。まあ内装はね特に見えづらいところではあるのでね、内装も結構こう細かくちゃんとできててね、僕的には大ありな感じなんですよね。あんまり手を抜いて作られていないというか、しっかりとした再現がされてて、シートにしろね、やっぱり。でも変な感じだよねこれ、実車を一回乗ってみたいな。ウルスはあんまり日本にないっていうけど、数がだって 4人乗りで、後ろの席もバケットシートなんだよこれ。もうなんかとりあえず作ってみた車って感じだよね、ランボルギーニらしく、こんな感じだよ。後ろに乗るのってどんな気分なんだろうって思うよし、こんな感じ。これ接着しなくても確かいいんだよね。うん、このままこう入れるとこうね、扉で開かなくなるからみたいな。怖い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 。よしよし。で、こんな感じ。ちゃんとドアも見えるし、ドアというか中のね、内張りもちゃんと見える。で、あとタイヤですね。タイヤはね、ちょっとね、塗装が少し残念かなって感じ。よく見ると分かるんですけど。ちょっとカメラだと綺麗に映ってるかな。割とね、ちょっとね、タイヤはね、ちょっと残念。タイヤというか、ホイールが。タイヤもちゃんとなんか指示されてるんだ。今1番を切ったから1番に。こんだけ小さいものなのにちゃんとこういうね、カーボン柄っていうかさ、ちゃんとあれ、ちょっと待ってくださいね、ちょっとカメラ揺れます、すいません。こういう感じでね、こうカーボンパターンがちゃんとついてるんですよね。でこの1番で、これが付属されてたシャフトですね。よいしょ、シャフトとネジがついてますよと。で1番と、タイヤも特殊なパターンになってますね。外向きがこうだからこうか。うん。で、ああそうそうそう、ブレーキもねちゃんと、そうディスクブレーキもちゃんとこうやってついてるんですよ。でこれはねキットのモデルによって、今回このキットの場合は塗装済みモデルになるんですよね。だけど他のキットになるとエッチングパーツ付きとかね、そういう感じになったりするんですよ。これちょっと入りが悪いんで、ああでも大丈夫か。でこれを違う、こっち向き、ここのね、今のディスクブレーキのこのパーツのこの飛び出てるところがここに来るようにねしましょう。こうやって入れてみると分かりますので、入ったね。 D2
これも2番。ああ、ずれちゃった。これをここにこうね、合うようにしてあげて、でこれをつけるよと。よいしょ。でギュッとやってあげると OK。 少し緩めにつけてあげればね、またそれはそれでタイヤもコロコロ転がるようにはなりますんで。3番、タイヤの向きはこっち。これを刺してギュッと軽く刺すぐらいでね、あとこっちにはめるときに、本体にはめるときにギュッとはめればいい話なんで、変にここでしっかり最後まで入れるのは避けましょう。怪我してもねしょうがないんでね。これが4番、3番と。まあたまにはこうやって手軽に作れるのもいいな。だけどやっぱり結局完成させるとなると、なんかね、僕らからするとあれですよね、やっぱりちょっと塗装したいなっていう気持ちになるんですよね。一つパースを忘れています。ああ、お E の位置、すいません、一つパースを、あったあった、これだ。あー、これ内装に入れないといけなかった、なんてこった。これですね、こんな風になってんだ実車。すげえな、かっこいいな。ちょっとね、オープニングの時間を抜けばやっぱりギリギリ30分でできるぐらいのキットでしたね。でこれを合体させておしまいと。パーツも特に余ることもなく完成ですね。で最後このネジですねを止めておしまい。絵が雑、どこにネジを入れろって書いてない、なんかもうネジを入れろみたいな風に書いてるだけでびっくりするぐらい雑いな。ん？はい？何が引っかかってるんだ？はい？はい？入ったけど、あ、こんなもんなのか。まあ、あとはネジで強引に入れろよという感じか。そしてネジの大きさも合ってないな。一応付属されているので頑張ってみるか。いや、ギリギリだな。なんか後ろ浮くし、あ、ちゃんと入ってなかったのか。
はい、完成でございます。まあ、ちょうど30分ぐらいですね。でなんとか完成しました。まあ一応ね、今回もこんな感じで、あの初心者向け、なんかここハマりが悪いな、あ、入った、オッケーオッケー、初心者向けっていう感じでね、まあ簡単に作れて、まあこれでね、カーモデルを興味を持っていただける方が増えればなと思うんですけど、このね、これを作ることによって、で作り慣れた方からするとね、あのこれを塗装剥がして、で塗装し直して遊ぶのもありなのかなと思います。以前僕はね、これ作ったのはあのメッキ仕様にしたりとかね、あのして遊んでたりしたんですけど、24分の1やるのと結構ね、めんどくさいんでね、ちょっとこれでテスト的に遊んでみるかみたいな感じやったんで、まあ、あとこっからね、もしリアルにされたい方でしたら、もうここに墨入れするだけでもね、今の感じだともう完全にこうおもちゃ感が出てるんで、で多分これ塗りっぱなしなんでしょうね、トップコート薄いのかな、あるいはとかしてるんで、トップコートをねして研ぎ出しの練習に使うっていうのもありなのかなと思います。あともうちょっとこう塗り分けたりとかね、どうしてもこことかやっぱり黒だと思うんですよね、本当は。でこのね、グリルのあたりとかね、こういったところも黒く塗るとかして遊ぶのもまあありかなと。まあ割といろんなことにチャレンジできるね、価格的にも安めなキットではあると思うんで、まあ変にね、24分の1でもね、旧車を作るっていう風になると結構ね、古い金額のままだったりするとすごく安かったりすることはあるんですけれど、まあ24分の1だとね、もっと作り込んだりとかしないといけないんで、あの軽くちょっと触ってみかね、カーモデル触ってみようかなっていうのから始めたいっていう方にはいいんじゃないかなと思います。ここからね、どんどんステップアップして今度は24分の1をやっていこうみたいな感じもありなんじゃないかなと思います。ということで今日はね、43分の1のランボルギーニウルスですね。これキット化されてないんでね、24分の124分の1かされるといいなと思うんですけど、青島さんが頑張ってやってくれないかなとかね、期待しちゃいますね。そしてなんか喋るだけ喋ってね、これをつけるのを忘れてました。いや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 、まあこれはさすがにピンセットがないとちょっと作れないな。こうね、インレットマークとまあ似たような感じです。こんな感じで、ここにこうやって書いてるんですよ、これランボルギーニってこう小さく、まあ、こういった感じで、ね、タイヤとかこの上のアプリケーションシートの方にこうやってついてくるんで、ピンセットで剥がして、あ、ピンセットで剥がしてこう貼ってもらうような感じですかね。であんまりねゴシゴシやるとね、痛めたりするといけないんで、まあもし綿棒がありましたら、綿棒でこう上からギュッとこう押っつけてあげれば、方言が出てしまった、押してあげればピタッと貼ることができるのでね、やっていってもらうといいと思います。ということで今回は同友社さんのランボルギーニウルスでございました。一応ね、今からお立ち台にね乗せてこんな感じですよと、その8組でっていうのもね、見てもらおうかなと思います。ではまた何かありましたらまたアップさせてもらいますので、見ていただけたらと思います。ではまた。Thank you.
うん。